YouTuber にとって休みってないんですよ、基本的に。編集してるか、どっか撮影に行くか、病んでるか。わお！久しぶりにね、ゆっくりと時間が取れそうなんで、ちょっと鎌倉にお出かけしに行こうかなって思ってます。それでは早速行っていこう。割とドライブに協力してくれる人、地図見てくれたりとか、飲み物渡してくれたりとか、なんかそういう心遣いができる女子ってめっちゃ魅力的に見えるよね。今もう誰も外にいないんで、逆に静かだから恥ずかしいよね。とりあえずまずはガーデンハウスっていうテラスが素敵なカフェがあるみたいなんで、そこに行ってみたいと思います。見てください、誰もいないでしょあったー、ありましたー、ガーデンハウス。見てください、これめっちゃ綺麗なんだけど、ちょっと並んでますね。すっげーおしゃれ、ほらめっちゃおしゃれじゃない。おしゃれ、どこを切り取っても綺麗だよね。すごいおしゃれなスターバックスがあるんですよね。そうスターバックスリザーブっていうのが、まあ、限定のお店みたいな感じで、結構デザイン性がいいところですね。ちょっとアイスコーヒー買っていきましょう。わあ、かわいい。レディーバード。輸入雑貨とインテリアの。かわいい。小町通り。あ、ね、カフェディ、ビブモンディモンティっていうお店もね、すっげえ並んでんだよね。行きましょう。次行くカフェテラス樹ガーデン、これで最後にしようかなと思ってます。あの山の上だと思うんだよね。あった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 。こちらカフェテラス樹ガーデン。ここだね、行きましょう。おー、すごいよ、ほら見て。うわー、すごいね。あー、見えた見えた。よいしょ、すごい。もうなんかテラス席みたいな感じになってんね。おー、すごい景色が。ほんと山の上だ。最初にご注文こちらとお願いします。空いてるお好きな席にお座りください、はい、ありがとうございます、はい、これが店内ですね。店内ですか。ただテラス席なんでどこでも座っていいみたいです。もう山の中でこれ。ここ使っちゃう。こんなお席もあるみたい。山一面お店みたいな感じだったね。今がちょうどいい時期なんじゃないかな。まだ寒くないしね。9時半から4時半までしかやってないから、ちょっと時間帯気をつけないといけないかもね。車に無事帰ってきました。ドライブもできたし、まったりお散歩もできたし、
美味しいコーヒーも飲めたし、いい休日だよ。まあちょっと時間もあるんで、この動画も編集して明日ぐらいには上げられたらいいかなとは思います。果たしてこれは休日なのか。